さて今日はですね、宮沢家一同に会されておりますので、こんな質問してみたいと思います。本当にキャスト皆さん一丸となって撮影取り組んでいたと聞いておりますけれども、ぜひこの機会に今だから聞きたいことというのをキャスト同士ですよ、この方にちょっとぜひ聞いてみたいっていうのをここでお一人ずつ伺ってみてはいかがでしょうかというコーナーに移りたいと思います。さあそれではどなたかから行こうかなと思うんですけれども、じゃあ役者さん、ではミーさんに、ミーさんの作る野菜とか味噌とか、まあ、いろんなものはとても美味しいんですけど、今一番食べ頃な野菜は何でしょう。玉ねぎです。玉ねぎですか。はい、玉ねぎってずっと冬の間どんどん葉っぱが上にさーっと伸びてるんです。きれいにヒューヒューって伸びてるんですけど、食べてくれっていう時期になるとポキッと途中から折れてくるんです。それがサインで、それで抜いてあげるという。今毎日抜いてあげてます。はい、送りましょうか。最速したみたい。いいえいいえ。ネギ類は冬の間、まあニンニクもそうですけど、ぐんぐん育ちます。まあ麦もそうですけど、ネギはすごいです。すごい一家です。そうですか、ありがとうございました。ネギなんだ。今役所さん、なんか美味しいっておっしゃってたってことは、田中みんさんの野菜は何度か食べたこと、おじゃがいもとか野菜を送っていただいて、味噌も、味噌美味しいですよね。味噌が美味しいんですよ。35年作ってます。美味しいですよ。本当に美味しい。ブランドじゃないですけどね。もうきゅうりとかね、そうそうそう、もうまんまでつけて食うだけでも最高ですよね。伊沢さんもじゃあもらっていただいたことがあって、はい、でっかいこんな味噌をいただいて、でも本当すぐもうペロッと食べちゃいました。美味しかったです。僕が農業をやってるのは賢人絡みです。やっぱりもう40年近くやってますけど、なんでこの話を阿部にも負けず。阿部にも負けず。いいお話でございます。ありがとうございます。では締めが田中みんさんになりました。何かご質問どなたかにございますでしょうか。いや、こういう素敵なお話になるような話は僕は提供できません。はい、早く見ていただきたいですね。そうですよね、いっぱい喋ってくださいましたし、ね、今ね。いえいえ、もうこうやってミサみたいに質問を断るってことも覚えなきゃダメだよね。そうですね。で役所さんがやってくれると僕らができるので。そうか、そうです。はい、うん、難しい。